はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。前回でマスタードラゴンが復活して、で、世界は私のものだって言ってて、エクスデスも世界は私のものだって言ってるんで、これは完全に神々の戦いに巻き込まれた感じっすね。マスタードラゴンは勇者を送り込んで、エクスデスは魔物を送り込むと、そんな構図ですね。で、この今もう入った旅の扉が封印が解けてるんで、こっちからなんかどっか行けって言ってたんで、新たな未開の地へ行きましょう。なんか街がある。ちょっと複雑な感じだな。どうやって行くんだ。このままでいいのかな。キラーアーマーはそんなに強くないっていうか回復してねえし。よく見たらピタロのマジックパト結構やばいな。もうこれで終わりだ。あと2回しか使えない。どっかからマジックパワーを吸収するか、それともあの村にたどり着けば多分宿屋的なものはあると思うんで、そこで寝ましょう。敵は出ないでいけるかな。よしよしよし、 OK。 なんだこりゃねえ、羊がいる。おや、こんな辺境の町に人がやってくるなんて何年ぶりだろう。ここはギサールだよ。ギサールの野菜とか売ってんのかな。私羊飼いやってるの。得意技の怒涛の羊でモンスターも打ち込んだのよ。このお姉さん超強えな。ラインナップはそんな変わってないかな。アモールの水10個くらい買っとこう。で、あと必要そうなのは大丈夫かな。カトンとか少し買い足しとくか。水筒も10個。これはなんだかんだで使うんで、持ってても大丈夫でしょう。あった、宿屋。寝とこう、ここで。壺がある。あそこの壺も調べとこう。魔力の種。一応セーブはしとくか。で、この家に入って、壺がいっぱいある。っていうか、チョコボがいる。リアルチョコボだ。この町の側にある塔には空飛ぶ伝説のチョコボが封印されておるそうじゃ。しかしわしはこの年になるまでチョコボが空を飛ぶ姿なんぞ見たこともない。所詮伝説じゃろうて。黒チョコボか。そうすると俺このチョコボがチョコボだよーん喋んのかチョコボだよーんって。奥の壺は取れないっすね。何にもないかな。あ、干し肉があった。こっち側はいけない。取れないっすね。この畑は、お、なんだこら。勝手に入っちゃいかんよ、ブツブツ怒られちゃった。ちょっと俺これから世界を救う勇者様だぞ。それに向かって何たる暴言だ。のどかな村でしょ。世界がこんな状況だというのにここはゆったりしてますよね。確かにそうだけどね。そんな村を放っておくエクスデスもゆったりしてるよなこんな村すぐ滅ぼせばいいのに。おや、チョコボをお持ちなのですか。ここギサールはチョコボを愛する者を無条件で歓迎しますよ。その入り口にいてほしいよね奥の方で歓迎しますよって言われてももう今更感が出てるし。こっち側は特に何もないか。ここはもう宿屋的な立場で終わりっぽいっすね。なんでこの塔に行きましょう。すげえ、チョコボがいる。てかこれエクスデス城の塔じゃん。こんなのどかなチョコボの像があるところでシリアスな音楽が流れるとは。バリアゾーンがあるよ。これトラマナー使い必要だったかな。チョコボついてきてんな。一応そうすると馬車メンバーありか。扉がある。この壺は、敵は当たり前だけど普通に出るななんだこいつら、新しい奴らだ。普通これは闇に弱いな。あの馬は馬系確か闇に弱かったよね。地獄の門番サンダガとか使ってきそうだな。
お、レベル31。お、ビビも31。この壺はマジックポットかよまあ、銘の剣を使って一掃しましょう。410。本当に一発で倒した。杖。魔法の聖水だ。やった。マジックポットはなんかアイテム持ってんのかな？パンドラボックスとか何も持ってないかな。たまたま今手に入れただけかもしんないけど、こいつなんだ。私は代々天魔の世話をしているものですが、もし天魔に会いに来たというのなら無駄ですよ。あなた方もここまでやってこれたということはいろんな事情を理解しているでしょう。暗黒魔導士 X です。あいつが天魔を石に。もちろんただ石にされたくらいだったらこの私にも解くことができますよ。すげえなこいつエスナでも使えるのかな。でもダメなんですよ。心がないんです。あれはもう抜け殻なんです。だから悪いことは言いません。行くだけ無駄です。戻った方がいいですよ。ううやたら戻ることを押してんなこいつ。でもな、心がないってことはそれは死んでると同じことだからな。ビビがそう言ってきそうだ。あれ、こっち側とかは特に何にもないかな。おお、これは鉄巨人じゃないか。鉄巨人だ。銘の剣。こいつも多分ヒットポイントがたくさんある系だな。ベヒーモスとかそんな感じだったからな。あ、風魔手裏剣96しか当たんない。硬いのか。クリアセイバー87か。魔法だな。そうするとフレアだ。これで300くらいは当たってほしいな。どうだ。おお、339。さすがだな。プサロは銘の剣で攻めて。おお、危ねえ。どうしよう、風魔手裏剣そうするともったいないな。なんかあるかな。これなんだっけ。まあ、せっかくだからこういうとこで使おうと思ったら倒しちゃった。バーバラが25に上がった。お、クラウダ。クラウダってなら毒か。これ上か。そうするとん、何もない。あ、階段か。全然気づかなかった。確かさっき右の方に宝箱が見えたんで、これ多分宝箱っすね。よし。おお、小さなメダル。次はリボンだからな。小さなメダル集めとかないと。大魔導くらえ。回復量はやっぱ半端ないな。これもう勇者防御して黒魔法で倒した方が時間的に早いんじゃないか。攻撃のモーションがかからない分だけ。ああ、残っちゃったよ。まピサロの回復役になってもらうか。ルフィも31。お、テリーが上がっためっちゃレベル上がんな。馬車メンバーはだいたい25くらいが。お、イカズチの杖すげえの持ってんだなあいつ。馬車メンバーは25が平均レベルか。でテリーがちょっと一軍にいた期間が長いんで少し高めですね。こいつはなんだ、バンダルデルスみたいなまあ言えてんだか言えてないんだかよくわかんないけど、雷神に弱いかな見た目的に。こいつ防御しよう。でブリザガでもちょっと唱えてみるか。まあこれで倒せるからそんなに強くはない。お金は1000円。だいたいここら辺の敵3体くらい出てくれば1000円くらい持ってますね。これはなんだ、プテラノドン的な。フライングです。回復したしふざけんな。水遁で流してやる。これはもう攻撃しよう。ブリザガ弱点さえ分かれば。ピサロどうしよう。ファイガーでも唱えるか。そうすると11使うからなこれ。レベル5です。マジか。雷神。ピサロのレベルはちょうど5の倍数だったか。悲しすぎる。フェニックスの王を使ってアモールの水でちょっとケチって回復しよう。結構いっぱい使うな。
で、宝箱があるからこれを取ってこう。2000ゴールド。お、セーブポイントが見える。ってことはもうそろそろボスが近いわけではないか。セーブポイントまでちょっとあんのかな、距離が。君には風魔手裏剣をくれてやろう。400円だ。倒せなかった。でもまあ1043円持ってるんで全然黒字っすね。これどっちから行こうかな。右から行こう。間違えた。正面から行こう。で、階段があって、これをこっちから行くと、こっちから出ると。これさっきのとこじゃん。で、ここはとりあえず、じゃあ戻るっていうのが分かったんで、左だな。大魔道が。ちょっとピサロのマジックパワーがまたやばくなってきたな。そう考えるとさっき見えた、セーブポイントに行きたい。こいつ防御して、で、ブリザガでいいでしょうか。これ確か運が悪いと残るんだっけ。ああ、一掃できた。ここ行って、あ、これなんか下行くとセーブポイントに行きそう。おお、テント使おう。こいつはめっちゃテントしてんな。もうキャンプの達人なんじゃないか。もうキャンプファイヤーとか超得意で、勇者が作る飯とか、もう俺の作るキャンプ飯はうまいぜみたいな。それ聖水使おうかな。ちょっとやっぱ出現率が高いな。こいつはもうちょっと攻撃でケチっていこう。これで大丈夫でしょ。全然大丈夫じゃなかった。やばい、舐めてた。万能薬。万能薬意外に買ってないからな。聖水を振りまいて、ここに階段があるな。あれ、これさっきのとこじゃないか。なんかそれっぽいな。あ、宝箱3つあるけど、これはなんだ。ここは宝箱を眺めるだけか。右の方から入ってくるな。うん、どうすりゃいいんだ。まずこの上を行って、で、右の方に階段。でもなんかどんどん上に登っちゃってるな。あの3つの宝箱欲しいけど、まあとりあえず今はこちら辺から行くか。あそこにも宝箱が見えたし。雷神でも使いますか。あれ、雷神効かないな。ファイガ。あれ、ファイガも効かないな。これでだが一掃できるっしょ。あそこの宝箱が欲しい。ここか。パンドラボックス。マジかよ。これはもう全力でいこう。くらえ、380。まあさすがに風車は投げないけど、風魔手裏剣は投げる。これはあれだな、フレアセーバーも使ってこう。うわー、マホトラ。ビビか。ピサロじゃないだけます。おー、レベル5崎、これ。キャー、死んだ。マジかー。レベル5崎やられるともう、どうにもならん。危なかった。これみんなレベル30だったらみんな死んでたな。フェニックスの音。アモルの水がなくなっていく。あそこにも宝箱がある。これ下行けそうじゃない？まあ、とりあえず、一旦ここに行って、風車だ。この左下のところをちょっと調べてみましょう。カトン雷神効かなかったから水遁。水遁はまあそこそこ入るな。ってことは、ウォタガ。久々のウォタガだな。100当たるか。結局でも倒せないんだ。ピサロ2回入るな、そうすると。
バーバラが26。お、これで右の宝箱は取れるけど、あれ3つの宝箱どうやって取るんだ、ちょっといまいちわからんな。あの3つの宝箱超欲しいよ。で、勇者防御して、ビビはまあウォータガンにセットされてるからウォータガンでいいか。よーし、お、ミウもレベル上がった。ベホマラー、そうか、ベホマラー覚えるのか。どうしようかな、ユフィの回復よりはベホマラーの方が確実性はあるからな。そしてここはもう終点っぽいな、どうしよう。ただユフィな風魔手裏剣があるからな、攻撃にも参加できる。ちょっと悩ましいな。入れ替えでミニューの状況を見よう。26レベルだからな、レベルは低いよな。特殊ベホマラ、ヒットポイント回復、中回復、ベホイミくらいで回復するのか。ベホイミの回復量だったらちょっと低いよな。コメットがあるだろう、ヘイストがあるのか。攻撃にはちょっと参加できなそうだな、コメットごときだと。まあいいか、とりあえずは今のメンツでいきますか。チョコボがいる、石になってるし、返事がない、ただの石像のようだ。プーレの様子がおかしい。お、これは心が元に戻るのか。待て、そうはさせぬぞ。エクスデスが出てきた。ファッファッファ、あと一歩というところで悪かったな。天魔を復活させようとはどうあっても私の邪魔をするつもりらしい。だがお前たちの思い通りにはならんぞ。いでよデスゲイズ、そのチョコボもろとも死の世界に行くかい。デスゲイズか、バハムート持ってんのかな、こっち倒すと。暗黒剣効くか、これ見た目からして効かなそうだけど、一応191か、そこそこだな。風魔手裏剣投げるか。198変わらない。おお、メテオ最近流行ってんな、メテオ。勇者はどうしようかな、フレアセーバーしかないか。ユフィはちょっと次回復に走ろう。で、こいつはもうフレアだな。うちのメンバーはフレアが流行ってるからな。敵はメテオが流行ってるけど。おお、さすがだな、ビビ2A。どうしよう、闇の剣でちょっと自力で回復しよう。吸収されたりして大丈夫か。で、明鏡止水やろうか。おお、回復しといてよかった。デモンズクロー、ゾンビになったし、マジか、これはちょっと危険だな。え、あったっけ、十字架。とりあえず治った。これ明鏡止水食らいそうだったかんな。まあ、あとはまた明の剣で、でビビはフレアと。本当はな、貯めたいんだけどな、いかんせん死ぬ恐れがあるからな。308、うわ、またデスクロー、麻痺か今度は。単体だからベホまで一旦回復させて、でこいつはちょっとやっぱり麻痺は解いとこう。うわー、ミルストーム使ってくるのか。2人食らった。明鏡止水、ビビどうすっかな。まあフレアでいいや。これで300くらいは当たるはず。276か。でちょっとユフィを全開にして、ピサロは自分で隠させよう。闇の剣だな。よし、だいぶ整った。おお、死んだー、やばい。反撃してくれるのは助かる。まずどうする、まずはちょ回復ができないから、ちょっと十字架足んなくね。万能薬で治すしかない。でちょっとビビ、今回はまた取ってきた世界樹の葉を使おう。いやー、これちょっとそろそろアレイズも必須になってきたな。でユフィ明鏡止水をスタンバっておこう。わっ、しまった、死んだ。これでとりあえず全回復。ただな、レイズだと心もとないな。ピサロ自分で回復してもらうとはいえ、風魔手裏剣を投げつけて、
ミルストームか。ビビはちょっと回復はできないからフレアにしよう。明鏡止水が間に合うかどうかだな。だからベホまでビビだな。回復させて、こいつも自分で回復。勇者がちょっとピンチだな。うわー、めちゃくちゃ食らったら死ぬぞ。おお、ラッキー、ついてた。やっぱな、免許して少しためがあるからベホマラの方がいいかもしんないな。自分を回復させよう。よーし、これでとりあえず整った。またデスクローかよ。満月草、満月草も1個しかないで、自分で回復してもらおう。いや、ピサロは強えな、やっぱり。フレアと。てか、そろそろ死んでくれてもいいと思うんだけどな。だいぶフレアを叩き込んでるんで。一応ピサロ回復させとくか。ユフィどうしよう。やっぱり、念のための念のための明鏡止水だな。お、ザキやったデモン作ろう。おお、ナイスだ。204。よーし、これでだいぶ回復したって。スクロー結構うざいな。まひった。Sなあったっけ、勇者。ねえな。まずはちょっとヒットポイントを回復させるから、ベホマでしょ。で、そうだ、なくなったから万能薬しかねえや。で、銘の剣使って、あとはフレアと。これで死んでくれ。うわ、まだ生きてるか、ミヒルスト。これだな、全員は食らわないから、まあ、そこだけは、せめてもの救いだな。どうしよう、もうちょっと、怒涛の攻撃に入ろう。風魔手裏剣、215。で、自分で回復。3 残ってたのかこれは残りヒットポイントしか吸収できないからなまあでもそんなに苦労はせず倒してましたね。これってさ、エクスデスもどっか行っちゃうのもどうかと思うけどね。デスゲイズを倒したか、ならば私が相手をしてやろうみたいな。絶対そしたら勝てないのに。黒チョコボではないんだ、プーレは。天魔の手綱を手に入れた。いや、天魔の手綱をさ、手に入れたのはいいけどさ、3つ並んでた宝箱の方が気になるんだけど。そうですね、ちょっと3つ並んでる宝箱を探索しにもう少しここ行きたいと思うんで、とりあえず聖水を使ってちょっと探索をします。おう、というとこで、これましたね。ここが隠し通路になってましたね。いや、これは気づかんかった。小さなメダルと、素早さの種と、エクスカリバーって、すげえのがあんな。エンハースソードから、超強えし、伝説の聖剣。で、ピサート確かエンハースソード、あ、奇跡の剣か。そうか、そうか、そうか。よし、これでここはもう用はないんで、思い出の鈴で出て、で、これは天空城に帰ればいいのかな、一回。キメラの翼で、天空城へ行きましょう。一応、マスタードラゴンに報告すればいいのかな。またちょっと次何をすればいいのかよくわかんなくなっちゃったんで。よくやった、ミカミックスよ。よくぞ伝説のチョコボも解放してくれた。ところでどうだ、天魔の背に乗って天かける気分は。いや、まだ乗ってないんだけど。まさかまだ自由に飛んでいないというのか。いや、そのまさかです。手綱をうまく使うのだぞ。さて、しかしただ飛んでいるだけではエクスデスのいる闇の世界へはいけぬ。
空間を切り裂くクリスタルの力に空間を超える天魔の力が合わさって初めて闇の世界に行くことができるのだ。だがクリスタルは魔物たちの手によって本来の輝きを失ってしまっておる。そこでこの私がクリスタルに再び力を与えよう。マスタードラゴンは静かに目を閉じてナディアに祈り始めた。はあ、はあ、天魔の手綱を使えってことね。ドラゴルエスケープハーどんな呪文だよ。あ、クリスタルが一つになった。ふむ、これでよい。そなたらにも扱えるよう天魔の手綱にボタンをつけておいた。ボタンって何？アーマーかけているとき、シフトボタンを押せば闇の世界へと行けるであろう。しかし急ぐでないぞ。ひとたび闇の世界に行けば、そこは暗黒魔導士エクステスの築き上げた世界。どんなことが待ち受けているかわからぬ。心してかかるがよいぞ。はあ。シフトボタンっすね。じゃあちょっとシフトボタンを押してから、まあ一旦終了しますか。天魔の手綱ね、ここで使えんの？そもそも道具、天魔の手綱、あ、あったあったあった、これだ。ここでは天魔の手綱使うことができない。地上世界に行けってことね。まあじゃあちょっとラダトームでいいか。で、天魔の手綱、てか天魔の手綱、ああ別に飛空艇でもよくない？これ山とかだって降りられんの？あ、森が降りられるんだ。飛空艇は多分山降りられないですからね。ってことはなんかそういう場所に行けるんだな。で、あと、ちょっともう一回天魔の手綱を使ってシフトボタンですね。シフトボタン、お、なんだ。シフトボタンを押した瞬間、なんかどっか行っちゃったんだけど、これ大丈夫？おお、なんだ、なんとミカミックスたちの能力が封印されてしまった。しまったー。マジか。ここに来て魔法アビリティ、特技アビリティ、道具装備入れ替え、戦闘不能の回復、セーブ以上の行動が封印された。マジセーブも封印されたの？どうしようこれ、セーブできねえじゃん。一回やめたかったのに。ここらにいて何とかしてくんないのこれ。セーブ、あ、ここではセーブできんのね。あっぶんねえ。ここは希望の祠。いやマジで希望だよ。闇と光の世界をつなぐ祠です。闇の世界はエクステスを頂点とした恐ろしい魔物たちが支配する世界。祠以外では、あなたたちの力が封印されてします。あー、なるほど、祠は大丈夫なんで。ですが絶望してはなりません。あなたたちの力を妨げる6体の魔物を倒すのです。さすればあなたたちは本来の力を取り戻し、エクステスと渡り合うこともできるようになるでしょう。ミカミックスたちに神の過去があらんことを。おお、危ない危ない。というところで、まあ、いきなり闇の世界に入ってセーブできねえとか思ったけど、まあここでセーブできるので、一旦じゃあ今回はこれで終了して、また闇の世界を、行っていきたいと思います。